今日は大回り乗車中。今回は大回り中でも改札外に出られる駅に行ってみます。南武線に乗り、指定駅で下車します。知ってから乗車するのは南武線浜川崎支線です。知って駅3番線から発車します。浜川崎支線は知ってから浜川崎を結ぶ路線。終点の浜川崎が今回の目的地です。浜川崎支線の E127 系が入線。新潟から転属してきた車両で、首都圏の JR では珍しい3ドアです。あまり聞き慣れない自動放送で出発です。この声の主は京成バスなどで自動放送を担当しているそう。武蔵小杉のタワーマン群を背に知って駅を発車。車窓右手に自動車教習所が見えると、同時に線路がこちらに近づいてきます。この線路は東海道線から伸びてきた貨物線です。平日は貨物列車が頻繁に通ります。終点の一つ手前、小田坂駅は2015年に新しく誕生した駅。上りと下りでホームが分かれています。改札を出て右側、正面階段を上り、大井町方面は、今日も JR 東日本をご利用いただきます。まもなく終点の浜川崎駅、大回り中でも改札外に行ける駅です。浜川崎駅に到着。ホームの横にはたくさんの線路。先ほど見た貨物線はさらに伸びています。浜川崎といえばモーターカー、TMC200A 型が放置されていることで有名です。大船保線区所有だったそうで、数年前までは表記も残されていました。現在は上から塗りつぶされています。ということで、完全に放置しているわけではなさそうです。ここからは鶴見線に乗り換えです。鶴見線へは改札外へ出ないと乗り換えられない構造になっています。無人駅の浜川崎駅、特に何もしないまま改札外へ出ます。大回り中に外へ出てしまいました。この浜川崎駅のみの特例です。南武支線の駅舎。ここから鶴見線の駅舎まで10秒ほど歩きます。鶴見線側に到着。ここも無人駅、何もせずに通り抜けます。会社専用の改札など、改めて面白い駅だと思います。鶴見線ホームへ来ることができました。ホームから先ほどまでいた支線の駅舎が見えます。また、川崎貨物ターミナルから安全駅を結んでいた短絡線の廃線跡の高架橋が残されているのが見られます。それでは鶴見線に乗車、鶴見駅へ抜けます。次は終点、鶴見です。
京浜東北線はお乗り換えです。お忘れ物、落とし物のないようご注意ください。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。鶴見駅に到着。大回り中に改札外へ。今回はこの辺りで。